皆さん、ポールチャーのようこそ。今日は熱海についてちょっと話したい、説明したいと思います。熱海ね。熱海、はい。こうやって打つね。いろんな質問最近あったんですよね。武人管流、まあ、僕は初見先生に教わったように伝えます。あ、はい。最近スポーツ感覚が多いんだよね、武術にもね。みんな結構ね、遠くからこう打ったりして。ね、でそれは、まあ、初見さんうまくすごく見栄えがあるんですよ。ね、見栄えがあって、はいはいはい、もう当たったら大きな音が出て、うん、パッと見、パッと見は派手でそう、ね、パッと見派手ですごいなと思うけど、はいはい、でも実際にはあんまりこうその力は伝わってないことが多いんですよ、うん、しかも遠くから打とうとすると発すこと多いでしょ。確かにそうですね。ここから、ね、うん、でプロってやったらもう外すじゃん、うん、ね、特に YouTube 見ればわかるやん、うん、喧嘩するやつみんなこうやってこうやってやるんでしょ。確かに、ね、で自分で自爆するじゃん蹴りもそうでしょ、うん、見ることあるでしょ YouTube でこうやってこうやってグッてやる人うおってなるじゃん、ね、同じように遠くから当てようとしてるよ、ね、武術だとこういうふうに相手をこうやって抑えながらこうやって打つじゃん、ね、結構あ全然違う。どう、いや、わかんないしそうより効く、やっぱりそうより効く、ええ、ブルースやったじゃん、そのワンインチパンチ、はい、ブルースこうやってコンってやるでしょ、うんうん、そう、同じような多分原理だと思うんですよ。しかも武人館だといろんなフィストがあるんですよ。ああ、まあみんなよくこれですよね、うん、まあ、ね、まあこれ一般的にこれですね、はい、でも武人館でこれがかなり効くんですよ。親指、こっちの親指、さっき俺こうやって押さえながらこうやって打ったじゃん、こういう指でこうやって入るよね、点でくるんで、すんごい痛いですね痛い、今軽くやってるよ、ね、こうやって打ったりしてこうやって打ったりして数を使うんですね。そうそうそう、これね、もちろんこれ使って、こう新幹線これね、嫌ですね、もちろんこれね、これ使うね、この目とか口の中に入れたりしてさ、でこういうのもあったりして、チンケンもあって、うん、こうやって痛いでしょ。大丈夫、ごめんね。これね、軽くでも、こんな近くでも痛いでしょ。ね、だからこういうのは面白いんですよ。こういうのもあるんですよね。これまあ変形みたいにね。どっちか、これどこ使うんですか。これでこうやって打って。で、こういう目に入る。ああ、やだ。わからん。まずこれで、声出ちゃう。これ、一回これ打って、ここから入る。ね、ああ、わからん。ああ、もうこれだけでも、もう、これ当て身ですか。もう、これ当て身なんですね。ワン、ツー。ね、こういういろんな、フィスがあるんですよ。当て身にはね。ね、裏剣っていう、なんか、裏剣とかっていうなんかイメージがあるけど。そう、もちろんこうやって掴んだから、こうやって入るね。こうやって指で、ね。ああ、はい、ね。この指はすごい。これ打ってから、こっち打つ。分かる、こうやって指打って、はい、そこからこれ打つの、ね、またこうやって入るね、こうやってね、剣から剣から剣の変化が一番大切なんですよ。ドンドンドン、こうやってこれじゃなくて、こう剣を打つ、親指打ってこっからこっちに打って、でこっからまた親指出して、こうやって急所を入れて、こうやって入れてどんどん変わっていくんですね。そうそうそう、これでも受けようがないです、受け身しようがないですね、うんうんうん、ね、で打ちながらまた指を出すね、こうやってね、だってこうやって指出す、まあ、例えばこうやってまあ典型的なやつは上げてこう打つね、こうやってね、わかる、上げて、でこうやって打つ、うん、こういう使い方ね、これでこれ、まあこれで新幹線でもいいけど、こうやって上に上げて、そこからこうやって入れるよ。パッパッって。こういう角度いい、角度大事ですね。そう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 。ね、突き上げと突き下げっていうか。こういうのをまあ基本的のはこうやって打って、ここから打って、こうやって入る、うん。ワン、ツー、うん。打ってから、うん、でこっちでこれ、うん、これ痛いでしょ。今軽く頭に、そう増進とそう、うん、ここ打ってるけどこっち痛いよね。そうですね、そうそうそう、それやってくれますね。そう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 、そういう熱海は、まあ
武神館にはよく教わったんですよ。多彩ですね、アタミの種類が。うん、たくさん、たくさんある、いっぱいありますね。まあ、一番最初に初見さんがなんか教えた当てみ方は、はい、あ、日本語大丈夫？当てみ方大丈夫ですよ。たまには日本語出てこなくなっちゃう。あの、こうやって振り子みたいに、振り子、振り子、はい、そうそうそう、振り子、あれ、こうやってね、あの、体で、あ、まあ、よくあの、合気道ってこうやるんでしょ、合気道、こうやって、こうやってやるでしょ、炎天、まあ、そう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 、まあ、こうやって前後で、前後でいいでしょうね。で、振り子で、もうとこで、こうやって、ああ、びっくりしたね。そうそうそう。ああ、ノーモーションがないですね。そう、だから、こういう、わかんない。泳ぎやすいですね、そっちの方がね。どうだったん、ね、ごめん。ごめんね、ごめんね。でも、ほら、そのためにいますから大丈夫ですよ。こうやって、こうやって、こうやって、この腕力じゃない。わかる、うん、腕力はこれだよ、はい、でもこれは力で、あの、全体の体重移動でこうやってパッて打つね、バン、こういう振り子ね、はい、でどんなアングルからその振り子みたいな感じを使う、うん、そうですね、例えばこのパンチが来た場合はこうやって避けて、はい、こっち振り子してね、はい、で今度はこっちを使ったね、あ、親指の、うん、親指をこうやって打つね、うんうん、これ痛いね、またこれ、さっきよっこれやったね、こうやって、こうやって、まずこれ構えて、うん、これ入る、あああ、これはちょっと、そうですね、効きますね、まあ、今軽くやってね、もうほら、あ、してもらいたいんだよ、この怖さ、けどこれで終わりですね、終わりよ、これはまずね、これは一つの構えになってんだけど、もうこれで、お、買いたくないよ、喧嘩したくないよみたいな、こう見えるしね、でこれ構えでもあるよ、あ、でパンした場合はこれでパッてこうやって見て、こうやって振り子、わかる、ああ、横の振り子な、そう、振り子なのよ、パンでもパッて、そういう瞬間的にこう剣を変えるのが渥美先生 の教えだね、こっからでもいいし、こっからでもいいし、あの、僕の弟子、まあ、あの、僕と一緒にやってる、はいはい、お友達が、はい、教えた時はみんなこうなる、ね、あ、手だけでやっぱり、うん、こうなるね、でどうしてもみんなこうなるね、でもいつも言ってるの、あの、疲れるじゃん、これ疲れるよ、はい、でもこれは疲れないよ、パン、ね、これも疲れない、パッと、これ疲れない、キュッとこう入るね、体重の体と一緒に動くっていう、同じように、例えば捕まえた時にこうやって入って、うん、こうやって入るね、こうやってね、こうやって、はい、からパッパッて入ってね、でもからパッて、同じようにこうやって体を振って、ああ、ね、振ってバーンってってね、で耳を取って、うん、こういう当てめ方なんですよ、これもこの運動なんですね、そう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 、あの、腕力じゃない、全体で打っていくんだ、うんうん、波を作っていく、大体そうですね、腕だけでこうやりたがっちゃう、うん、そうですね、うん、こうやってやるね、でも武神館だと近くまで行ってこの急所を狙う、うん、あ、近場のね、うん、近くの近距離、そうそうそう、こういう急所いくらでもあるね、この辺で、はい、この辺 いっぱいあるね、ちょっと骨がちょっと出てるようなとこ、そうそうそう、こういうとこね、はい、こういうね、歯止め痛いよ、これで、こうやって、ああ脳にも来る、そう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 、たくさんはやんない、だってあの、こんな、これね、あのね、これ聞きますね、みんなこうやるけどね、そうじゃないんだよ、こうじゃない、歩けばいい、こういう出が出口にちゃいね、悶絶寸前ですね、これあんま動かない、こう歩きながらこう取ってくる、あ、俺は覚えてるよ、渥美先生にやられた時に、もう死ぬかと思ったよ、それでポールじゃない、こうやってこうやってドンって言ってんの、うん、わーってなってなりますよね、うん、全然これじゃない、うん、もうポール違う呼ぶよでこうやってやる、そうでしょ、あの、力使わなくてもこういうのできるんですよ、あの、まあ、練習はもちろんたくさん必要です、あ、その力
力をこう抜いて、まあ、脱力って言うんだけど、まあでも、うん、まあ、分かんない、武人館の独特な当たり方 かどうか分かんないけど、まあ、こういうふうに教わったんですよ。あ、どうですか。いや、もう苦しいの。いや、ね、反抗したくなくなりましたね。そうそうそう、抵抗したく、もうそう、そういう、もう、はい、一発でなんかしようって思わないですね。そう、もう、あ、もういいかなみたいな、はい、そう、先生よく言ったら相手の戦闘力を奪う、うん、ああ、そう、まさにそうですね、うん、そう、一発で奪う、パッ、あ、いや、もう、もう、すいませんみたいに、そう、疲れて、うわーって、うわーっていけないですよね。いかない、そうそうそう、うん、あ、分かった、すいませんっていう、ちょっと、あーっていう、そうそうそう、あ、うん、残らないですね、一周ってくるけど、あの、本当にやったら終わりかし、うん、あ、残るんですね、多分残る、あ、そうですね。危ない、壊れる得意も、これ結構デリケートなんだね、これね、呼吸も確かに喉ですもんね、そう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 、今、うん、多少にあの手加減して稽古した方がいい。ここね、結構脳にきますよ。そう、突き抜けていくんで。そう、そう、ここで立ってくる、こっち痛いよね。そうですね。脳揺れますよね。そう、これ有効ですね。横の動きですね。そう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 。じゃあ今度練習しましょう。今度、はい。お願いします。よろしくお願いします。まあ、そういうことで皆さん、熱海をあの研究してください。またね。